えー、藤原さんですね。はい、えー。本日はどうされました?。あ、あの、風邪だと思うんで、薬をいただこうかと思いまして。あ,あの、えー、藤原さんね。そうやって勝手に自分で風邪だって判断して。全然違う病気だったら、どうするんですか?あ<ー>。ああ。風邪であるかどうかは、医者である私が判断しますから。ああ、これは失礼しました。じゃ、あの、とりあえず、今の症状を教えてください。はい。昨日から。腕が変な方向に曲がるんですよ。嘘だろ嘘だろ嘘だろおい。ちょ、もう戻せ、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 戻せ。 風邪ですかね骨折だよどう見ても骨折でしょそれええー、でも昨日から寒気とかもすごいもんおおなんでマフラーみたいにしてんのそれちょ戻してって戻してって戻して戻して医者でも引くわいやあのね骨折で熱が出ることだってあるんですからねおお<ー>。うから痛くないんですかそんなことして死ぬほど痛いですよじゃあやめろよじゃあなんでマフラーみたいにしちゃうんだよよく耐えられますねああまあ私仕事柄我慢強いんですよね仕事柄はい お仕事何されてるんですか。キャバ嬢の送迎です。まあ、我慢強そうだけどさ、確かに。キャバ嬢わがままそうですもんね。もう毎日二営を飲まされてますよ。ええ、まあ、大変な仕事だとは思いますけど。これ例えじゃなくてね。本当に二営を飲まされてるんですよ。あ、実際に。はい。実際に二営を飲まされてるんですか。そうですね。拷問じゃない、さたたのそれ。まあ、飲まされてるというか、飲まさせていただいているというのが本当ですけどね。まあ、しょ、よくわかんないですね、それは。はい。てか、あの、そもそも、なんでそんなことになっちゃったんですか。 事故ですよ事<故>はい送迎中のキャバ嬢にね時速60キロで空気を掴むとおっぱいの感触になるって言われましてねやってみたら対向車にぶち折られたんですよ何やってんすかいい年こいて何やってんだよお,いおっぱい硬いって思いましたね、えー、そらか硬いですよそらおっぱいじゃないからね、うん、対向車だからて、うん、かそれを見てキャバ嬢引いてたでしょスマホいじってましたね見てもねえのかよおいひどいねその子 まあ、いじってるというか、いじっていただいたというのが本当ですかね。うん、その、本当って何なんですか、それ、さっきから。全然わかんないんでも、やめてもらっていいですか。じゃ、ちょっと、あの、腕の状態見ますんで、触診しますから、うん、痛かったら痛いって言ってください。あ、わかりました。はい、いきますよ。はい、なん、なんで投げてんの?。なんで、腕を投げちゃうのこうやって。ちょ、ちょっと待ってください。今、気づいたんですけど、これ。 肘2つありますよね、こつあるわけじゃないですよ、ぶち折れてるだけなんですよ、そこで。これ、第1関節、第2関節みたいな感じで、第1肘、第2肘って言うんですかね、これ。言わないんじゃない先生、ピザって10回言ってみてください。はピザ、ピザって10回言ってみてください。ピザ、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 じゃあ、ここは第2肘正解。うるせえよ。これ、何の時間なんですか、これ。触りますから、痛かったら痛いって言ってください。ああ、わかりました、わかりました。うわ、ひどいな、これは。 あの痛かったら痛いって言ってくださいねああもう全然大丈夫です全然いやちょっとでも痛かったら痛いって言ってください全す。あ、いやいや我慢してもしょうがないんで悪化するだけですから我慢なんかちょっとでも痛かったら俺めちゃくちゃ勃起してええじゃないかおいめちゃくちゃ勃起してええじゃないかおいんだこいつまあ痛さというのはね人間には必要なものではあるんですが逃れられない宿命のようなものでもあるんですよなんで痛さについて語ってんだよこいつどういうごまかし方なんですかそれ <laughs> ちょっともうあの触るの怖いんであの X 線写真撮りましょう X 線はいじゃあこっちお願いします先生はい<え>私をミュータントにするつもりですねもういいから入ってください早くあそうだあの過去の事故とかで体にボルトが埋まったりすると影になって映っちゃうんですけど<ー>そういうのないですかおーああ今お尻の穴の中に乾電池が入ってますね一回戻ります、はい、えお尻の穴の中に乾電池入ってるんですかええ A じゃなくてさ、なんで、なんでお尻がに乾電池入ってるんですか。なんで。はい。え、それ答えなきゃダメですか。いや別にダメじゃないですけど。もうそのなんかデリカシーねえなみたいな顔やめろよおい。おなあ、そんな筋合いないよね。いいですか。お尻がに乾電池入ってる人にプライバシーなんかないと思えよ。覚えとけよこの野郎。もういいですあの電池今すぐ取らないと危ないと思うんで、<ー>あの大きさん教えてください。 あ,あもう全然普通の炭酸とかですか四角いやつです四角いやつかよおい一番攻めてるじゃんあのラジコンとかで使うやつですよねああそうです私ラジコンなんで私ラジコンなんでって何一番怖い今のがちあのうちじ手に負えないんであの向かいの大学病院行ってくださいああわかりました、はい、すいませんありがとうございました大事になんか落としましたよ藤原さん藤原さんこれ電池じゃねえかよこれえ出てきたってこと そうだろおいう